病院で使用されている気相関設備機相関あるいは、エアシューター、エアシュートとは、筒状の容器を管の中に入れ、圧縮空気もしくは、真空圧を利用して輸送する手段である。病院、オフィスビル、宿泊施設等で使用されており、検体、薬品、書類、宿泊料等の輸送に使われている。なお、エアシューター、エアシュートともに、和製英語であり、 1953年に上野工業株式会社が出願した商標エアーシューターが広まったとの説がある。英語ではニューマティックチューブなどと呼ばれる。空気圧を利用して缶を通して輸送に用いる概念はアレキサンドリアのヘロンの時代にまで遡る。この形式の運搬法は1667年のドニパパンの論文が最初の文献とされている。 1806年、フィネアス・ボークによって空気圧を交通機関として使用する発明がされた。1886年、ビクトリア時代に初めて電信の通信分や電報を電信局から近隣の建物に輸送するために気礎管が使用された。初期は主に電報の運搬に用いられ、イギリスで1854年、ドイツで1872年、 フランスで1875年、アメリカ合衆国で1876年、実用化された。日本では1909年12月25日、東京江戸橋郵便局と株都町株式取引所の間、江戸橋郵便局と神田郵便局との間に、装置されたのが最初である。ベルリンの郵便局機送管ポスト、または、寄送手紙は圧縮空気管を使用して、 手紙を送るシステムである。スコットランドの技術者、ウィリアム・マードックによって1800年代に発明され、後にロンドン空気輸送会社によって実用化された。基礎管ポストシステムはいくつかの大都市で19世紀後半から、形式上、屋内運搬と屋外長距離運搬に分けられ、前者は比較的速度が速くなくてもよく、空気消費量が少ないが、後者は速度、 空気消費量が経済的に大いに問題となり、主事の公案がなされた。缶の直径は最小1.25インチからで、2.25インチの標準寸法のものは主に電報用である。大型では4インチ、7インチのものもあるが、日本では用いられなかった。ドイツでは容器を用いず、厚紙の一端を折り曲げてそのまま送る扁平缶の木、相関がある。 フランスのパリでは1866年から来、送関を用いた手紙の配送システムを構築し1934年には136カ所のパリの全郵便局が寄送管で結ばれ、数十分で手紙が目的地に到着していた。このシステムは1984年まで稼働していた。日本においては東京、大阪、神戸の中央電信局と 市内局との間に設けられ、また、東京中央電信局の受付と通信室との間のような局内搬送用にも利用された。東京中央電信局の天井からは、数十本の新中間が下り、市内22局と連絡し、1日1万数千通を取り扱った。第二次世界大戦までの巡洋艦以上の軍艦では、無線電信室を容易に破壊されないよう、 環境構造物の下の管内に設置するため、環境との間で、伝文や原稿をやり取りする目的で設置する場合があった。ニューヨーク市のビーチニューマチックトランジット1812年には、EN、ジョージ・メドハーストにより、基礎管で人員を輸送する交通機関が考案され、後に、大気圧鉄道として実現した。1960年代。 ロッキードとマサチューセッツ工科大学が商務省の援助を得て、大気圧と振り子の力で減圧チューブ内を時速 626km で走行可能な交通機関の研究を行っていた。ハドフィールド、チャールズ、アトモスフェリック・レイルウェイズ、ニュートン・アボット、デビッド、チャールズ、ISBN0 から715341073。ありがとうございます。